作中ではですね、まだ榊原小平太という名前で出ておりましての、前回の放送ですと待ち遅れって言ってね騒いでおったのがあるでしょ。あれがねそれがしでございます、うん、まだね、小平太という名前でございますけれども、今行われております三河一向一揆あれで武功を、果たしましての、家康公から安の字を賜って安政という名前になりますのでぜひご注目いただきたい。よろしくお願いいたします。よろしゅうに。では酒井殿、うん、そしてわしが徳川家臣団の筆頭、四天王の筆頭、酒井左衛門の城忠次にござる。まあわしはな、もう第一話、大河ドラマの第一話からもう登場しておる。その際、家康公殿がじゃな、父広忠公の、お墓参りに故郷に帰られた際に最初にこう殿若と言ってお出迎えしたあの大森直殿が演じられておる、人物がわし酒井忠次でござる。その際にもやっておったかな、エビすくいのエビすくいのエビすくいのと何度も言っておったが、エビすくいの酒井忠次でどうか皆のものを覚えていっていただきたい。この先もな、かなり、重要なシーン、重要な、まあ家康公が、乗り越えていくであろう苦難を共にする、まあ何か、なまあいろいろいろんなことがあった時に常にそばにおって、まあ殿を近くで支えた人物でもあるということじゃな。ではねちょっと短い時間でございますけども、この2名にて、歴史小話をしてまいりたいと思います。皆の衆ちょっとわし気になるんじゃけどもね、大河ドラマどうする家康ご覧いただいておる方どれぐらいいらっしゃいますか。よし願います。半々ぐらい。結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。今ねまさに大河ドラマどうする家康では、三河一向一揆という戦のさなかでございまするな。もう3週にわたって放送しておるな。さようでございまする。家康公の三大苦難の一つと言われるこの三河一向一揆でございますけれども、まあ何故ねそのようなことが起こってしまったのかというのね、作品見ていただいておればねわかるかもしれませんが、改めてちょっとね簡単に。そうじゃな、はい、安政さんお願いしてもよろしいか。説明をしたいと思いますけれども、もともとですな今川義元が治めておられましたこのね、義元って呼び捨てしていました今。はい、今川義元様が、説明をするためじゃからな、治めておられましたこのね三河の地でございますけれどもね、その時にあの敷かれておったのが不入の剣というものでございまする。作中にも出てきたでしょ不入の剣。これねどういうものかと申しますと、またれつまり簡単お、わしもまぜい。私いつの間にその覚醒器を準備しておったんじゃ。お準備万端じゃな。運営殿が準備してた。じゃあ平八郎、簡単じゃけども、じゃあその不入の剣というかその三河一向一揆について何かこう教えてもらえるか。不入の剣を説明すればいいのか。不入の剣、まずはお主皆に自己紹介をしたの。そうじゃ、わしは、殿に恥ずかしくないのかと怒り散らかしとった本田平八郎忠勝でござる。どうぞよろしくお願いいたす。はい、わかりやすくて良いな。山田裕貴君がやってくれとるな。で、あのこの三河一向一揆の際して、先ほどあの小平太からな、あった不入剣、軽く説明すると、今の言葉でわかりやすく言うとあの違い方剣みたいなもんじゃな。そうじゃな。そう、あのまあ一つの国みたいなものとして例えていただいて、お寺とかを、他のまあいくら殿がこの三河の国をこう治めとるとは言っても、ここの国には触れてはいかん、ここの国には触れてはいかんというのが各こうな寺にござって、でそこにそうな不入権というのがござって、まあ介入しちゃいかんのじゃな、具体的に言うと年貢の徴収じゃとか、あとこう罪を犯した者、罪人がねその敷地内にこう逃げ込んだ時にですね、それをこの要するに捕らえること捕まえることがねできませんよという権利が、お寺とかねそういった場所に叱り取ったわけでございます。さようでございます。まさしく今言った2つはそのどうする家康大河ドラマで描かれとった2つでございますが、殿がもう何も気にせず年貢を納めようと無理やり取り立てて、で取り上げまた取り返されたんかな、確か。でその罪人を追っかけに行って、まあ、家臣の者が切り越されとった、まあ、これまあ同時に2つ殿が犯してしまった不入権をまあ犯してしまったわけなんじゃけども、これを機にこうあの宗教の違いもござって、まあ、いわゆる浄土宗と浄土真宗、これがござって、まあ、殿の方は浄土宗、そして一揆側が浄土真宗ということで、まあ、宗派の違いによって当時は殿よりもこう宗教、ね、信仰が大事でござったと。
ということで、恥ずかしながら本田家もこう一部は裏切って、はいはい、あの正信なんかがそうじゃない、本田正信ね、あいつとかはまあ宗教の方を信じて殿を裏切って生き側に回ったと、はいよ、まあ大河ドラマでは描かれておらんかったんだけども、うん、わしら本田家というのはいわゆる浄土真宗側、殿と敵対する側の宗教でござった、はいはい、ただ、わし忠勝であったりわしの叔父上忠真殿とかは、うん、大河ドラマでは描かれてはおらんかったが、宗教を改宗、浄土真宗をやめて浄土宗に代わって殿につくことをしたと、うん、いうことでござるな。これ描かれておらんかったが、それぐらい、うん、自分で言うのもなんじゃけども、信仰心が、信仰心よりも殿への忠義が勝ったということでございます、うん、ここ大事じゃな、これ大事でございます、うん、仏様を取るのか殿を取るのかというようでございます、うん、まあ、そんな風にしてね、要するに、家臣の者たちが二分してしまったこの三河一向一揆、家康公の三大蔵の一つと言われるものでござるけれどもね、うん、そのようなね、この三河一向一揆がどのように終結を迎えるのかというのがね、これから先大河ドラマどうする家康では、描かれてくると思いますので、今日もじゃな、ちょうど今日で完結するのでは、うん、であろうと、はい、ないかと、ぜひともね、そのあたりもね、ご注目いただきまして、こたびのね、本日のその大河ドラマどうする家康もですね、うん、ご覧いただきたいと思いまするな、はい、ではね、ちょっと短い時間ではございましたけれどもね、これにて我らの、青い武将隊による、歴史小話のお時間を終了といたしたいと思いまする。ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうさんじゃった、ありがとうさんじゃ、あ、すみません、わしが閉めちゃいました。お、あ、良いのじゃ、よろしいですか、そういう時があってもな、坂井殿もうふっとらんですふっとらんですよ、何か坂井殿からじゃ一言ございますか、わしふっとらんのにもうずっと傘ばっかりさして、はい、締めのお言葉をよろしくお願いいたします、うん、では改めて、では最後に閉まらんな、大丈夫ですか、大丈夫ですか、調子が悪いですこのからくり機がな、はいはい、機嫌が良くないみたいで、うん、いや最後はみんなで勝ち時でもあげようかの、あ、よろしいですな、うん、せっかくじゃから、はい、あげましょうぞ、拳をね掲げて、うん、えいえいおーとやるのが勝ち時でございますけれども、ちょっとですな、まだね、そのなんじゃコロナウイルスの影響とやらがね、うん、全くないわけではございませんのゆえに、ちょっとね声を出すのはねご遠慮いただきまして、うん、拳をその分力いっぱい振り上げていただきたいと思いますな、うん、声はね我らも出さん方が良いですか、あ、我らは皆の声を受け止めて、我らはもう、はい、じゃあ皆の方もね、うん、我らがね大きな声を出しますので、皆の衆は拳を元気よく掲げてくださいませ、よろしくお願いいたします、うん、では参りましょう、うん、ではな、あいにくの天気で演舞が中止になってしまったがゆえ、すべて勝ち取りだけは、あいにくの天気ですねあいにくの天気だったすごい晴れてきましたな、はずじゃったんまあ、そのけどもやる予定だった、こう判断する時間ではちょっと雨が降っとったということで、中止になってしまったが、はい、申し訳ござらんが、というところで、せめて勝ち時だけは高らかに参ろうと思う、参りましょう、うん、では参るぞ、それではここに集まりし皆々も皆々の、うん、皆々のご多幸ご健勝を祈願し、ここに勝ち時をあげる、では参るぞ、勝ち時じゃ、それえいえいおーえいえいおーえいえいおお、ありがとうござった、ありがとうござった、ありがとうございます、天候が良ければ14時にはちゃんと演舞が、怪しい小平太は怪しそうな顔しておるが、ちょっとまだそのうちは、ま、怪しいという情報が入ったり入ってなかったり、はい、また皆にはお知らせするゆえ、うん、よろしくお願いします、お時間がよろしければ、はい、よろしくお願いいたします、皆の衆左手をご覧くださいませ、はい、30分に一度開きますからくり時計が始まりました、徳川家康公の人形がどう回れるからくり時計でございます、ぜひともご覧くださいませ、ではえ